よく現場ではなんでこの子が死んで僕が生き残ってるのかってそういう考えることが多いんですけどね。ある村に入ったところでその男の人、年配の男の人を僕を捕まえて泣きながら、なんで今頃来たんだって、ああいう時にジャーナリストがいたら、お前たちがいたら俺の息子は殺されずに済んだんだ。 My name is Yuichi Hirokawa. I'm a Japanese photojournalist. When I heard about the Israeli invasion of Lebanon、 死体にしかシャッターを切れないっていうものぐらいジャーナリストにとって悔しいことがないっていう。だんだん増えていったんですよね。だからここが全体が一つのなんか遊園地みたいにもして、いわゆるジャーナリストという役割を超えてるのではないかなというふうにちょっと思うんですが、確かに超えてると思うんですよ。でも超えなきゃいけないと思うんですね、僕は。それではここで新しいその次期編集長を紹介します。上がってくれますか。負けてばっかりですよ。 3.11 のその直後のあの時こそ日本の方向も変えなきゃいけなかった。核では話せ、そのジャーナリストである前に自分は何かって言って人間だった。だからそれがはっきりしてたら、目の前で溺れてる人間がいたりしたら、それは手を出してカメラを置いてでも助けるのは当たり前の話なんですよね。